シャーリー・ジョーンズはアメリカ人の歌手であり、舞台、映画、テレビで活躍した女優である。オクラ・ホマ、回転木馬、ミュージックマンといった多くの有名なミュージカル映画などにおいて健全な役どころで主演した。1960年のエルマー・ガントリー、見せられた男では悪女を演じ、アカデミー女演女優賞に輝いている。ジョーンズは ピッツバーグ郊外のペンシルベニア州シャルルロアに生まれた。物事に厳しい主婦マジョリー・ウィリアムズとジョーンズ醸造者のオーナー、ポール・ジョーンズの一人娘である彼女は、シャーリー・テンプルにちなんで、シャーリー・ジョーンズと名付けられた。一家は後にペンシルベニア州スミストンの近くに移り住む。幼い頃彼女は、父親のことは大好きだったが、母親の方は、 しばしば彼女を怒らせていたので態度が反抗的になっていた。小さなシャーリーは厳しくされても猛然と抵抗し続け、長じては平然と母親を拒否するようになった。ジョーンズは話せるようになるとほぼ同時に歌えるようになっていた。サマーキャンプの指導員に勧められて、一家は10代のシャーリーが週に2度ピッツバーグで世界的に有名な歌手であり、 教師のラルフローンドに指導してもらえるように手配した。後に彼女はしばしば父親と一緒にピッツバーグ劇場の舞台に立つようになり、この音楽劇場のことが大好きになった。ジョーンズは南ハンティンドン高校へ入学した。ここでこの一人立ちしたティーンエージャーは気ままな少年たちに惹かれるのだが、彼らが両親から認められることはほとんどなかった。 1952年には高校を卒業、同じ年に彼女はスミストン美人コンテストへの出場を決意した。12人の出場者のうち最年少にして彼女はコンテストを勝ち取り、続いて1952年のミス・ピッツバーグにも輝いた。賞金には500ドルとピッツバーグ劇場で学ぶ奨学金が含まれていた。彼女はこの学校での見習い期間を楽しく過ごしたが、 自分に備わった音楽と演技の才能にもかかわらず、自分が歌手としてのキャリアを追求したがっているのどうか、確信が持てずにいた。小さい頃から動物が大好きだったので、彼女は獣医になりたいとも考え、1953年にニュージャージーのカレッジに入学手続きを行っている。しかしその年の夏、家族で2週間ニューヨークへ休暇に出かけた。 この休暇が彼女の人生を変えたのである。マンハッタンで、シャーリーの友達の一人が、ブロードウェイのエージェント、ガス・シャーマンに歌を聴かせてみろと彼女を説得した。歌を聴いたシャーマンは、喜んでジョーンズと契約。彼女は、両親の了承のもと、ニューヨークに住んで、ブロードウェイの役者になるため1年間頑張ることにした。この時彼女は懐に100ドルしか持っていなかった。 もし成功しなかったら、スミストンに戻って、獣医として働くつもりだった。彼女の最初のオーディションは、ロングランのミュージカル、南太平洋のコーラスガールの補充だった。南太平洋の作者、ロジャースハマースタインはシャーリーを見て、そこに大きな素質を見出した。そして、彼女はこのソングライターたちと、個人的な契約をした最初にして、 最後の歌手になった。この二人組は彼女をミージュリエットにキャスティングし、これが彼女の第二のブロードウェイ舞台となる。このツアーで彼女は主役の代役を務め、劇場の批評記事をもたらした。リチャード・ロジャースとオスカー・ハマースタイン二世は音楽教育を受けたジョーンズの歌声に感動し、1955年、彼らのヒット作、オクラホマ。 を映画化する際、彼女をヒロインにキャスティングした。他のミュージカルもすぐさまこれに続き、回転木馬、四月の恋、ミュージックマンなどが作られた。これらの作品の中で彼女は健全で優しい女性ばかりを演じていた。しかし彼女は1960年のオスカーをエルマー・アントリー、見せられた男の演技で獲得している。この映画で彼女が演じたのは バートランカスター演じる、主人公によって堕落させられた女性で、この女性はその女たらしに出会ってから、数年後売春婦となり、復讐を遂げる。シャーリー・ジョーンズとナンシー・レーガン、1982年9月28日1970年から1975年に、かけテレビの連続ドラマ、パートリッジ・ファミリーに出演した。シチュエーションコメディシリーズである、この作品では、 5人の子供を持つ未亡人、シャーリー・パートリッチを演じ、彼女が最も親しまれている役とされた。ありがとうございます。